皆さんおおはようございますすそしてお久して久ぶりで、えー、189回目まで放送していた「モーニング・ユージット」なんですけれども、えー、今日からですね実はこの新しい「ユージット新スタジオ」で新生モーニング・ユージットとしてお届けしてまいりたいと思っております。実はですね、えー、今日が190回目になる「モーニング・ユージット」なんですけれども2月20日に、えー、このままのペースでいくと 一二三四五六七八九十と積み上げていって、第200回目を2月20日に迎えることになります。その200回目に向けて、この10回分をカウントダウン放送と位置づけてですね、お届けしてまいりたいなというふうに思っております。新しく生まれ変わったこのモーニングユージットなんですが、どのような内容をお届けしていきたいのかというと、特に意識していきたいのが、ソーシャルメディアってなんか苦手だなとか。 ソーシャルメディアってよくわからないなっていう方も含めて、えー、そういった方々にも理解していただいたりだとか楽しんでいただけるような放送をしていきたいというのがこの新生モーーニングユージットでございます、えー、さてこれからの「モーニング・ユージット」なんですがどんな内容をお届けしていきたいのかというとカウントダウンのこの10回はですね例えば、えー、皆さんソーシャルメディアをやられている方によくあのお聞きするんですけれども。 経営者の方がなかなかデジタルとかそういうものに弱くて、えー、なかなか理解してくれないんだよ頭が固いのかなというようなお話をよく聞くことがありますそこはですね、えー、ズバッと実はその経営者の頭が固いと言ってるあなたがそしてもしくは僕が私が頭が固いかもしれませんのでそういったような切り口で鋭く切り込んでいったりだとか えー、例えばソーシャルメディアというものに対してどれだけ時間を割たらいいいいたらのかとうことですねそれも、えー、こういった形で放送したりだとか動画を作ったり、ね、ブログを書いたり、えー、写真を載っけたりいろんなことができるソーシャルメディアなんですけれどもどれだけ本当に時間を割けばいいのか人を使われている場合にはどれだけじゃ担当者っていうのは1人置けばいいのか2人置けばいいのか、まあ、ソーシャルメディアって実はフェイスブック以外にもたくさんあるんですね。 えー、代表的なところで言うと例えば「価格コム」というサイトがありますが、えー、あの中は価格比較をしていたりだとか皆さんの商品のレビューが書かれてあったりするサイトですけれどもあれも立派ななソーシャルメディアなんですね、まあ、そういったところで「ソーシャルメディア大集合!」というような形でさまざまなソーシャルメディアを紹介していったりだとか、まあ、あとは、えー、まずソーシャルメディアというのをやる。まあ そういうのをやれというふうに経営者から言われたんだけど、いったい何から始めていったらいいんだ。どういったとこから、じゃあ Facebook ページを作ればいいのか、どういったとこから始めていったらいいですかっていう質問もよくお聞きするので、そういったところもお話ししていきたいなと思います。ソーシャルメディアって危険っていうような、えー、そういった切り口でもお届けしていきたいと思っています。新しいものにつきものの拒否反応というか、ソーシャルメディアを全 やっていくってことがリスクなのではなくてソーシャルメディアに全く無関心であることの方がはるかに危険なんだよっていうことだとかもお届けしていきたいなというふうに思っておりますユージと株式会社という会社を始めてからさまざまなプロジェクトに参加してさまざまな経験を積んできましたその中でさまざま得られたなかなか本には書かれてないようなノウハウだとか実体験だとかというところもどんどんオープンにしていきたいと思っておりますユージット 申請したのはスタジオだけではなくてこののモーニングユジットの中身だけでではないです今こうして放送をしているのは実はですねとあるビッグパートナーがユジットには現れまして広く言ってしまえば社会に貢献できることっていうのをさまざまやっていくことができる体制を実は整えることができました。それはです、ね、後々明らかにさせてていただくとして ぜひです、ね、このモーニングユージュと皆さんと一緒に進めていきたいと思っておりますのでこれからの特にカウントダウン10回を楽しみにしていただいて一緒に200回をお祝いしていきたいなというふうに思っておりますそれでは今日もモーニングユージュと見てくださってありがとうございます明日からの放送もお楽しみに Stay tuned バイ